皆さんこんにちは。レック専任講師の雲野です。この度、スマホで暗記司法書士という本を、新たに発売することとなりました。今、後ろに映っておりますのが、スマホで暗記司法書士民法1。民法は1と2に分かれます。そして不動産登記法以下、全ての司法書士の試験科目について、順次発売していく予定です。民法は9月の下旬に、レック並びに、書店でもって、発売されます。本日は、このスマホで暗記司法書士の、特徴について皆さんに簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。このスマホで暗記司法書士、実は、レックの司法書士試験、私のクラスの受講生限定アイテムであったセルフレクチャーをもとに、全面的に執筆し直したものです。セルフレクチャーというのは、今ちょっと見本を映させていただきますけれども、実は、復習アイテムとしてですね、受講生に使っていただこうというですね、アイテムになっていきます。これは何をどこまで復習していけばいいのかというのをですね、一問一答形式で皆さん方にですね、復習の際に使っていただく、非常に好評をいただきまして、このセルフレクチャー欲しさに私のコースをですね、受講していただくというようなお話も聞いたりした次第です。で、受講生以外の方もですね、これぜひ使っていただきたいというふうに思いまして、この度これをもとに全面的に書き直したというのが、このスマホで暗記司法書士の最大の特徴ということになります。どのようになったかと言いますと、今ちょっとご紹介いたしますね。このように非常に今のパッとカラーで二色刷りがこう目に飛び込んでくると思うのですが、非常に見やすく、そして大幅に権利関係のイラストを多く入れました。そして言葉遣いもですね、全面的に平易な内容に直しまして、司法書士の受験生のみならず、公務員試験や行政書士の受験生、その他民法を学ぶ法学部のですね、受講生学生さんにも使っていただけるような、非常に分かりやすい簡単な言葉に直したのにも特徴がございます。そして、この本の第二の特徴としては、今後ろにも映っておりますけれども、ペンテル株式会社さんの技術協力をいただきまして、本書の内容の一部をスマートフォンに取り込んで、スマートフォンを用いて学習することができるようになったという点です。これ詳しくは、本書の使い方動画をですね、別に作成、公開いたしますので、こちらも発売の時期と同じく9月の下旬からアップされていきます。どうぞそちらをご覧になっていただきたいのですが、本書の内容の一部、必須チェックという部分がですね、スマートフォンに取り込まれまして、非常に隙間時間などを使ってスマートフォンを利用しながら勉強していただけるような、そういった画期的な内容になっております。で、これは非常に本書の特徴になっておりまして、自信を持って皆さん方にお勧めをしたいということになります。そして、この本の使い方なんですけれども、先ほど申し上げた通り、使い方動画は別の動画でアップさせていただきますが、簡単にご紹介させていただくと、今こちらの後ろにですね、映っております通り、3ステップの効率学習ができるように配慮をしております。で、ちょっと私の画像が後ろにいるので、なんか大小でちょっと、ね、見にくいかもしれませんが、まずステップ1は、このテキスト、本当にこう読んで、参考書ないしはインプット教材としてですね、使っていただけます。で、一問一答形式になっているということは、以前のセルフレクチャーのままですから、非常にだらだらと、読むのではなく、こう区切って読んでいただけるという点に特徴があります。で、先ほど申し上げた通り、イラストもたくさん、図も豊富に収録されておりますので、非常に読みやすい内容になっているんじゃないかと思います。そしてステップの2はですね、先ほど申し上げました、ペンテル株式会社さんの技術協力により、スマホ連動で、重要論点問題集、必須チェックという名前になっていますが、重要論点の問題集として、ご自分のスマホに取り込んで使っていただくことができます。そして、ステップ3は、ハイレベル問題集にカスタマイズできるというふうになっているのですが、こちらはですね、先ほどちょっともう一度画面を切り替えますけれども、この、中でですね、赤くなっている下線が引かれて、赤文字になっているところを、こちらペンテル株式会社さんの、暗記スナップ、これ詳しくはお使い方動画どうぞご覧ください。
暗記スナップですね、こちらで、マーキングしていただいて、で、撮影していただく、そして、スマホに取り込んでもらいますと、そこが自分なりのハイレベル問題集にこうカスタマイズして使っていただくことができるということなんです。ですからこの本のまま使ってステップ1で読んでいただいてもいいですが、よりさらに負荷をかけて、よりさらにレベルの高い問題集に自分でこうですね、変えていくことができると、そういった3ステップになっているんですね。ですからもう1冊が3役をこなしていくという非常に画期的な内容になっていること、自信を持って皆さんにお勧めをしたいところです。まず、民法の1並びに2が9月の下旬に発売開始されます。順次不動産登記法以下発売されていきますが、その発売の予定はですね、レックの各本稿や、レックのホームページ等でどうぞご確認ください。このスマホで暗記シリーズが法律を学ぶすべての受験生の方にお役に立ちますように願ってやみません。自信を持って皆さんにご紹介していくことができる、非常に私も心血を注いで書きました。ですのでぜひレックの店頭や本屋さんで実際にお手に取っていただいて中をご確認ください。そして皆さん方の法律の学習にお役立ていただきたいと思います。本日は、この新発売されますスマホで暗記司法書士の簡単なご説明とご紹介をさせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。